何言ってんの。本当か。いや本当です。3の4の3ですね。本当かってなりますよね。なんかカチ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 やってたら痩せてたんでしょって言ってたお父さん。いやもうそう、もうあれカニバラですよ。板チョコ。そうだ。いや本当。びっくりしますよ。マジで。マジ。マジ。本当。すげえ。すげえ。逆にああ逆にあの体型でラグビーやってたの。そう。よくやってたよ。あの その辺の J リーガーで走ってた。うん、そう。今日頭立った。本当か。いや本当だ。三までは聞いてたんだけどな。いや自分言ってます。おばあちゃんもしかしたら10匹ぐらい多いかもしれない。かなり食べたい。ふかしの天才だ。いや、おっ！CEO ならないな。俺一口も飲んでねえし、それ楽しみに取っといて、ね、冷やしてたんだけど。腹立つ顔してんの。お腹痛くなればいい。はあ？なんでそういう人の不幸を喜ぶか。戻ってきた。寝るの。何も考えず、お昼寝たい。三。調子いいじゃん。はい、上がってきました。上がってきた。あー危ない危ない調子よくない。あ、大丈夫だ。よし、3 3 3 3 3。トリプルって言うの？3つって言わない。トリプルって腹立つ。なんで腹立つ。今も言ってませんけど。すげえ爪。よしもやばい。真っ黒系じゃん。当たり前ですよ。両刀二刀流でやってんだから。今両刀って言ったじゃん。別に両刀でもいいし。ちっちゃい。ちっちゃいちっちゃい。4。よ。休止。疲れたの。なんで釣りって疲れるんだろう。こんなに。もうぐったりする。ただ座ってるだけだな。よし。いいよ。五。五五五。なんかなかなか上手だね。五。
じゃもうすぐ諦めるじゃん、もしかしたら。俺はお祭りになったら諦める。そう考えると、母ちゃんあんまりお祭りしないよ。知ってるって。知ってないって。こっそりほどいてるだけだ。言わねえで。それは言わないでしょ、だってどうかな。こんなこと言ってたの。え、これ眠たいんじゃないの眠たいんだ。ロクロク。あ、ごめん。ロク。慎重に。ロク。飲んじゃった。大して入ってませんでしたけど。ひどっ。500。お。けど閉店ギリギリまでだったらいけんのかな、もしかして。去年行った時も結構閉店ギリギリだよね。時間があるんですか。うん、4時までなのにね。どこで釣ったやつだ。うん。運じゃなくてどこで釣ったやつだ。うん。え、ここ。ここだったっけ？うん、そっちだよね。この前も言ったんですよ。そうっけ。今ね、余計なこと言った。物忘れクリニック早く行けって。うるさい。これクリニック行ったとしてもさ、その。忘れることを食い止めることしかできないよ、うん、記憶を取り戻すことはできない。クリニック行っても行ったこと忘れるからね。7匹タコとイボとやっとね、帰りに思い出した。あ、そうだ。7匹お、カウント7。楽しみだね、7回押すの。はい、まとめて。おお、結構いいとこ行くし。本当だ。おお。初の3桁は嬉しいよね。はい。しかも手釣りも。どうし。7、8。おすごい調子いいね。はい、おお、そこのそれも釣れるんだね。独特な引っ掛けですね。あ、いや、なんかかわいそう、森に引っかかってる。魔界の入り口だ。そうだね、10分の1だって言えるもんね、魔界の。魔界ラッシュ甘いな。99。うわ。よし。ああ。ん？ああ、なんか四角すげえ短くなってるよ。あ、ちょ待って。なんで俺100匹目を邪魔すんだよ。あ、行っちゃった。なんで慌てて言うの。いやいや、なして今。何もしてないよ。ん、なんか郵便の見てなかった、そっちに。それは習慣だって。習慣だってこと、いつもやってるってことでしょ。じゃないって。何、習慣っていつもやってることでしょ。いや、あるぞ、ルーティーン。パンパンパンって。だからルーティーンっていうこと、いつもやってるってことでしょ。頼む、頼む。なんで俺に100匹と邪魔すんだよ。そこまで来てか。なかなか辛抱強いの。
ありがとう。うん、来たかい。よいしょ。記念すべき。やった。超えてないか。100超えてないかい。超えてないですよ。聞かないよねって言いたい。100キロ。やりかねない。危ねえよ。携帯はちょっとね、笑えねえからな。かわいそすぎて笑えねえから。逃げたやつは押してませんから。ペーチマット。